札幌の初夏を彩るよさこいソーラン祭り。4日目の今日は大通りパレード会場で一次審査の演舞が行われています。今年で32回目を迎えたよさこいソーラン祭り。4年ぶりにマスクを外した踊り手たちの笑顔はじける演舞が観客を魅了します。大通りパレード会場では明日最終日のファイナルステージ出場をかけて一次審査が行われています。祭りは海外からの2組を含む道内外のおよそ240チーム2万4000人ほどが参加して明日まで開催されます。